マコナコです。いよいよゼノブレイドつながる未来最後と思われる場所までやってきました。とりあえず絆トークじゃなかった仲間トークありますので見てみましょうか。もうすぐです。父上、兄上、我らハイエンターの故郷を私たちの手で必ず。メリア、緊張してるのかい？案ずるな、シルク。少し気が高ぶっているだけだ。ダンバンに言わせれば武者震いというやつだな。頼もしいね。やっぱりメリアはそうでなくっちゃ。そなたはどうだ、大役を任された身であろう。いつも通りといったところか。僕は巨神方に来てからのことを思い出してたよ。いろいろあったけど、避難してた人たちも見つかったし、テトたちにも会えたし、来られてよかったなって。そうか。あとはコートを奪還してみんなとコロニーナインに帰れば万事解決だね。解決か。そうだよ、あともうひと踏ん張りだ。頑張ろう、メリア。うん、そうだな。メリア。なあ、シルク、そなたはあの亀裂をどう見る？え？そうだな、これまでのことを思い返してもあれに関してはわからないことだらけだ。霧の王のこともそうだけど、巨神界、いや鬼神界でもあんな現象は見たことがない。そうだ、あの亀裂は我々にとって全くの未知。確かなのはあれが危険な存在であるということ。新たな世界ゆえの新たな脅威やもしれぬ。なるほどね。杞憂だと思うか。僕たちはこの世界の全てを知っているわけじゃないからね。正直何とも言えないかな。やっぱり気になる、あの亀裂のこと。妙な胸騒ぎがしてな。え？あれは我々の未来に決して逃れようのない災いをもたらす。理由は分からぬが、そんな漠然とした予感めいたものをあの亀裂から感じたのだ。メリア。すまない、大事を前にこのようなことを言うべきではなかったな。メリア、君が感じたことは杞憂かもしれないし、近い将来本当に起きることかもしれない。でもそれ以上のことはわからない。未来は誰にもわからないんだ。でもだからって何もできないわけじゃない。未来は僕たちの手で変えられる。あの戦いで僕たちはそれを証明した。だからこれから先どんなことが起きても僕たちならきっと乗り越えられるよ、シュルク。まったく、そなたというやつは。ごめん、ちょっと楽観的すぎたかな。いや、そのようなことはない。そなたの言葉はまさに正刻を射ている。私たちは未来をつかみ、そしてここにいる。これからもより良き未来を築けるはずだ。たとえ何が起ころうともな。また借りができてしまったな。そなたにはいつも助けられてばかりだ。大したことはしてないけど、力になれたならよかった。なればこそ我々も今はなすべきことをなさねばな。霧の王を倒してコートを取り戻すだね。そういうことだ、シルク。
これ今の思った以上に長かったのと思った以上に重要なんじゃないっていうね、絆トークじゃなく普通のイベントで発生しても良さそうなもんだけど、まあ全部絆トーク見てきてなくて今ようやくね一つ見たところだけど、他がどうなってるのかもう多少気になるけど、まあキリがなくなるからもう行ってしまいましょう。最後の戦い行きましょうか。じゃあその前にセーブやってから進みたいと思います。それでは行きましょうか。今でちょうど10時間でした、プレイ時間。行きましょう。戻ったりセーブすることができません。行きましょう。もうセーブはちゃんとやってある。霧の王、いたも。なんか雰囲気変わったですも。亀裂が広がったのと関係があるのかもしれない。ただどちらにしてもやることは一つ。行きましょうか。今の見てしまうとならばのポンこれいらなくてさ、4人パーティーにしてくれればいいのとか考えたんだけど、だって敵のレベルはわからない。バーの色は赤だから強いはずなんだけど、あ、これはなんかいろいろと出てるね。だからこの周りはかなり弱い状況なので、うん、まだまだ倒すべき敵がいる。だがそこまで大ダメージ食らってるという感じではないけど、なんか強い攻撃やってきたか。なんかメリア常になんかずっこけてるかのようなね、ように見えてしまうから。あ、これも1体ラスト、ラストだね。なんか強い攻撃やってくるけど耐えている。あ、これで終わりなのかな。疲れるか、なんか強烈な一発食らって倒されたくはない。まあでもこの段階で半分削れてるんだれば、ちょっと転ばせることができる、眠らせることは、眠らせられないか。ここまでいけばいけるんじゃないか。あとなんか防具をつけたことによってなんかプラス効果があるかなっていう話が前回あったけど、頭の通りを。全部は持っていけない。ここで何か強烈な技来られると困る。あと少し。やっとも、霧のやっつけたも。おととい来やがれですも。どうしたシュルク。空が。亀裂が広がっている。もも、なんかおかしいも。黙々集まってきてるも。霧の王、またで
あいつは亀裂から力を得ている。それが広がったから。ということは、亀裂を閉じなければ霧の王はまた。そうかもしれない。だけど今はできることを全力でやろう。そうだな。よくわからないけども、勇者には勝てないと分かっていてもやらなきゃいけない時もあるもん。もっかいケチャンケチャンのケチャンケチャンにしてやるですもん。というわけでレベルも上がった。79、多分だけど、まあ、80あたりかなと思うけどね。敵のボス隠れてるレベル帯は。うん、危ないか。もう一回回復。理想の形だな。全員転がってる。大丈夫かこれ。まあ、大ダメージはこの後食らってる気配はないからいいけど。食らった。いやー、2人とも、いやちょっと遅いぞこれ。早く立ってくれ。立つの遅すぎ。あ、ダメだ。いやー、何今の。かといってそれを防ぐためにシュルクに変えるかって話になるんでね。いや、もう変えざるを得ないか、ここまで来ると。そしてオープニングに戻ったかのような音が聞こえてしまってる。いきましょう、もう一回。全然未来に繋がらなかったけど。さて、再びいきましょう。まず弱い方から倒していきましょうか。あれだ、これ使えばいいのか今の段階で。いや、使わない方が良かったか。周りは全部倒せるはず。じゃ倒せてないね。僕もやってやる。他はもういない。ではポイント貯めて。リレースミスト。この何をやってるか。アジノスビーム。インターナルバースト。とりあえず鎧だけでもやっていけばいいか。なんとか耐え切っている。でまたこっち側も溜まってるので攻撃いきましょう。今だよノポンジャ。よ、ようやくエクセレント。最後の最後でビシッと決めてくれた。だがまだようやく半分。心が騒いできた。ミストチャージ、この技が分かんないんでね、名前だけ言われてもね。まあなのでミストプレス、まあ、これは攻撃でしょ、どう考えても。ああ、自らが転がっている。リンダが起こしてもらった。まだまだ鎧の効果は効いている。また掛け替えましょう。そこまでダメージ受けてないな。まあ、もう何が何だかよくわかんないのと、技を使うと真ん中のモナドのゲージがたまらなくなるのでそれができないんでね。で15秒がどれぐらいかわかんないからもう一回使ってきましょう。プライドバースト、耐え切ったでしょ。耐え切ったね。これもう一回いけるけど、まあ、最後の最後決めたいね。ベースミスト。
クスラッシュやった。シュールくん、最後行きましょう。私も続こう。やってやるさ。いけるかどうか。はあ、今だよ、ノポンジャ。メガ。トリガー。ノポンジャ。すっきりも。ダメも、さっきと同じも。どうすればいいですも。まだだ。あいつが何度でも蘇るなら、こちらも何度でも倒すのみ。未来は必ず守る。な、何が？テレシア。なぜ？メリア、原理はわからないけど、今の爆発で亀裂が歪んで不安定になっている。まさかテレシアが私たちを。みんな、私が奴を消し去る。それまで時間を稼いで。うん。守れたね、未来。ああ、
準備はできたか、メリア。今の世に戴冠式など何の意味があるのか。そう言うな。民が望んでいるのだ、新しき時代の王の誕生を。そなたがなればよいのだ。ごめんだな。それに私は研究に忙しいのです、メリア女王陛下。茶化すな。行くぞ。ああ。ということで、無事クリアとなりました。そして何かしら追加要素、つながる未来でシルクの武器にもファッション装備が可能となっている。また本編のタイムタックで8番目の課題が選べるようになった。なんだろうね、タイムタックってのが。アーツ奥義書、アーツ奥義書を手に入れるとアーツのレベル上限がこれ12かな、12になる。とはいえ、まあね、そこまでやらんでもいいかなという気がする。タイムアタックというのが何なのかよく分かってないけど。いずれにしても、これにてゼノブレイド約10年間かけて見てきたゲームが無事終了となりました。いやー、と言っても発売から2年ぐらい経ってからプレイやったんでね、発売日に買ったはいいものの、サントラ CD はおまけでついてきたね。サントラ CD は何度も何度も聞いたけど、ゲームやるのには2年ぐらいかかって、そしてプレイをやって、まあ、その後もゼノブレイドシリーズやってきましたけれども、ようやく任天堂スイッチでこの1作目の物語が一服というような状況になりましたけれども、となるとやっぱり期待したいのは3作目かな。まあ、3作目なのか4作目と言うべきなのか、なかなか難しいですけれども、そこら辺もぜひ期待したいところ。いつ出るのか、本当に出るのか、そこら辺も含めて今後も出るようであれば、プレイ可能であればやっていきたいと思います。というわけでゼノブレイドシリーズ1作目も2作目も、またこのつながる未来もゲーム実況やってきましたので、もし何かまた思い出に浸りたかったりする方は、そうした動画もご覧いただけたら幸いです。長らくご視聴ありがとうございました。ではでは。